you. Welcome back to my channel. 今日は土曜日なんですけど、まず最初にアメリカで初めて髪の毛を切ります。で、今ちょうどそのアポイントメントに向かってるんですけど、その後にモールの方に行って、ちょっとねショッピングだったりだとか、ちょっと時間稼ぎみたいな感じで服屋とか見ていきたいなって思ってて、その後に4時からネイルサロンを予約してるので、今ねネイルが見えるかな、こんな感じで結婚式の時にやったネイルなんで、もうだいぶ伸びてて、であとなんか白色のところが黄ばんできてる感じ、なんかよくわかんないんだけど、まあ結構爪も伸びてきてるので、ちょっとね夏っぽいネイルに変えようかなと思って、で1週間後にねノースカロライナに行くので、まあねバケーション用のねネイルに変えたいなと思って、4時からネイルサロンにも行きます。でその後に近くにチーズケーキファクトリーがあるので、今日はね夜ご飯をチーズケーキファクトリーで食べたいなって思ってます。なので今回の動画は週末をね皆さんと一緒に過ごしていきたいと思います。My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me?Guys, who is she? Oh my goodness! Like, I cannot believe that she did like really good job. Like, I knew she would do great job, but you know, 初めてのアメリカのヘアサロンで。結構大満足、すごい可愛い。一応なんか最近のトレンドがこの毛先をね結構パッツンにする感じでカットして、まあ毛先がねやっぱその分重たくなっちゃうから、こうすいてもらって、であとちょっとずつ髪にレイヤーを入れてもらって、カーラーでね巻いてもらうっていう感じなんだけど、こんな感じですっごい綺麗に上手にやってくれました。でやっぱりアメリカ人のねヘアサロンに行くと、どうしてもこうアジア人の髪に対応していないっていうか、あんまりねアジア人の髪の毛の切り方を知らないっていうのはやっぱネットでもよく見てたし、他のね海外に住んでる YouTuber さんとかでも結構やっぱ日本人とかアジア人の方が運営してるヘアサロンとかに行ったりして髪の毛を切ってもらうんで、結構ね心配してたんだけど、テネシー州日本人全然いないんで、まあ、ナッシュビルあたりはね、まあもしかしたらね日本人のヘアスタイリストさんいるかもしれないんだけど、ちょっとね私が検索かけた状態では出てこなくて全然探せなかったので、今回はね普通にアメリカのナッシュビルで結構有名なヘアサロンに行ってみたんですけど、で今ヘアサロンの外にあるこうなんかちょっとしたバルコニーみたいなところに座ってるんだけど、もうとりあえずちょっと暑いんでお店の中でね涼めるところを探していきたいと思います。Jake san, huh? Tell me your first expression. I forgot to film that part, so. Oh, your hair looks really good. Is that it? I've been in the car for like 30 minutes now since you got it. It's really good. They did a good job. はい、今買い物を終えてネイルサロンの、ね、目の前まで来たんですけど、まあね、いろいろショッピングモール自体はすごいラグジュアリーな感じで、グッチとかいろいろあるんですけど、私は普通に。ザラに行って服を購入してきました。 Look how pissed you are. I'm not pissed. Guys can relate. It's not fun shopping. I feel so bad. You just get like really upset every time we go shopping together. I'm not upset. I'm just bored. And then we're getting nails done, which it would probably take an hour. I can't wait. To be done? No, I can't wait to go to nails. It's gonna be so fun. All right, then let's go. I wanna see you, girl. I wanna take you places. I wanna feel you, girl. I wanna show you taste of love.
今日は2日目の日曜日なんですけど、昨日ね、あのチーズケーキファクトリーに行った後にもうすっごいお腹いっぱいになって、一日中ね、いろんなとこ行ったりしてこう歩き回ってたんで、もうね、家帰ってね、もうすっごい疲れて眠たくって、あの最後にブログをこう締めるところのクリップを撮ってなかったので、ちょっと今日は日曜日になっちゃったんですけど、昨日ね、多分髪の毛の方は見せたと思うんですけど、まあ今日2日目でどこも行く予定なかったんで、ちょっとね、髪の毛するのめんどくさいなと思って、もう本当にこの感じで頭を止めてるんですけど、昨日ね、ネイルサロン行って2時間半ぐらいかかりました。で、とりあえずあのネイルはこんな感じです。見えるかな、こういう感じです。すごいなみなみってしてカラフルなネイルとかすごい流行ってて、前もやってみたかったんで、学校にね行ってるうちはやっぱりラボとかいろいろあるから、あんまりこう派手にしてね、先生にこう言われたくないなって言って、あんまり爪とかやってなかったんだけど、まあ夏休みなんで、まあね、気分上げてこうってことで、ちょっとこんな感じでネイルをやってもらいました。で、あと一応あの昨日ね、モールでザラに行って、あの夏服をちょっとだけね買ったんで、それをねみんなに紹介しようと思います。まず最初にトップスから見せていこうかなと思うんですけど、まず最初はこんな感じのピンクのトップスです。なんか生地はちょっとサラサラしたような生地になってて、横にねこうジッパーがついてます。で、これ結構あの細いストラップなんですけど、こうちゃんとね調節できる金具がついてるのでいいなと思って、これをゲットしました。2つ目は黄緑色のクロスオーバーって言って、チェストが隠れるトップスで、首にこう巻きつけるタイプのトップスなんですけど、私あんまりあのフルチェストとかのそういうね体質ではないので、もう本当になるべくねこう胸が隠れるようにこう上まで来てるやつだったら安心してトレンドを取り入れれるなと思ったんで、首元までこう来てるようで、でこうまたここにねクロスオーバーでこう後ろでちゃんと留めれるようなトップスにしてみました。次はね、あのボトムを紹介したいんですけど、今回買ったのはデニムショーツです。私結構デニムショーツ持ってなくて、結構本当にジーンズばっかり、本当にジーンズデニムが大好きなんで、もう結構長いねパンツが多いんですけど、まあ、今回ちょっとやっぱりビーチに行くっていうことで、あのショーツはマストかなと思って買ってみました。でデザインはこんな感じで、ちょっとこのね丈が長めなんですけど、これも最近のトレンドで、短いスウェットパンツとかこういうねデニム、ショートデニムとかもこういうここの足の部分がちょっと長めなのが流行ってるので、まあショーツないし、まあもし普通に着たいなと思って、ここをちょっとロールアップしたりだとか、こういろいろ工夫ができるので、あのゲットしました。最後に白色のドレスを買ってみました。結構丈はすごいいい感じ、もう本当に短すぎず長すぎず、本当に中間ぐらいの長さなんで、すっごい着やすくって、なんていうんだろうな、本当にこう胸のとこだけピチっていうか、ちゃんとねサイズ合ってて、このお腹のあたりからすごいこうゆるくこうふわってなってるような形のドレスがすごい流行ってるので、まあ、やっぱねビーチにはやっぱ白かなと思って、ちょっと白のねドレス持ってないんで、これをね買ってみました。まあこんな感じでザラで来週のねちょっとバケーションに向けてちょっと夏服を購入してみました。 That's about it for today's video. If you liked it, please give it thumbs up. Don't forget to subscribe, and I'll see you guys in the next video.